広島県内23の市町をめぐる沿線遺産舞台は9つ目のエリア、大竹市です前回は地域で親しまれているこんにゃく店を訪れました今回も大和橋バス停で沿線遺産を探します今日ご紹介するのはですね、こちら 菓子ほこいサブレという。ああ、向こうに建物見えてますね。ごめんください。お世話になります。よろしくお願いします。すいません。中島さん。お、どうも。中島でございます。すべ <laughs> て手作りで。そうなんです。ええー、はい、そうなんですか。先生、はい、と作ってます。小さな焼き菓子店。菓子ほこいサブレは。自宅の敷地を利用して。 三年ほど前にオープンしたお店接客スペースはわずか三畳ほど店内に並ぶ焼き菓子はすべてもともとお菓子作りが大好きだったというお池さんが一人で作っています何かこうおすすめというか全部なんですけど、うん、今だったらはい、はい 広島レモン<ー>それから年中あるのがそこの恋サブレココナッツサブレなんですけど、うん、これはね恋の形こっちの恋かそうですあこっちの恋なんですね大竹はね和紙で恋を作ったりする町なんですよ、うん、それで意識してね一応ねはああ、これびっくりした手抜きのため形が不揃いになってますって手で抜いてるってことですねそうですそれを手抜きって言うんですね <laughs> 手抜きはしてないんですけど手で抜いてるそういうことですよねおかしいですねこれねそういえばね手抜きしてんのかなと思ってそうですね一生懸命手抜きしてますそういうことですよねちょっと食べてみられませんどうぞあれ食べてみてくださいいちょと。あっちのプリンもどうぞこれそれも。美味しそう自称プリン評論家っていう人がね自称プリン評論家って人が あの一番美味しいって言ってくれたので自称なのが悔しいですね <laughs> 自称です、えー、<laughs> 自称の方なんだはい、はい、そうです言わせてないです自称 <laughs> そうなんですか、うん、ということでお店の人気商品恋サブレとプリンを特別にお店の外にあるベンチでいただきましたカープの方の恋の形なんですよねそうですいただきます ちょっと顔が見えてる。可愛い。ありがとうございます。いや美味しい。本当？うん、本当においしい。わあ。確かにちょっとこのサブレも美味しいけど、プリンも。最初にね、グッと入れて、あの黒いところ、あのカモメロ、そうです。上に上がるように。じゃ中にグッと入れてこう上がってくるようにするわけですか？ 美味しいですね <laughs> 卵感がすごいありがとうございます美味しございます僕ね自称プリン評論家なんですけど本当一番美味しい本<当> <laughs> そんな美味しい焼き菓子が人気のかしほ恋サブレですが実はもともと大池さんがお店をオープンした理由の一つに娘さんと一緒に働きたいという思いがあったのだそう しかし思ったようにいかず、今は一人でお店を切り盛りしています。いざね一緒にやってみると<っ>なかなかね。で結局娘は逃げたので。<laughs> <laughs> もうやだっつって。<laughs> うん、もうそんな。無言で逃げましたね。そうすか。難しいとこですね。そうですね。へえこんなに甘いのにね甘くないですか。 お菓子作りはあはいすいません, <laughs> ません <laughs> ではここで遠征遺産と守りたいメモリーズのコラボあなたの大切な写真を見せてくださいはい私のオーラの写真です <laughs> <laughs> ちょっと待ってるぞいろんな人から写真見せてもらってるんですけどね <laughs> オーラは初めてです、はい 知り合いのイベントに行って、はあ、あの撮ってもらいました。はあ、そうですかで。撮ってもらって三十分ぐらい、うん、あなたはこういう人ですよでこういうふうにしたらよくなりますよっていうふうなおはお話をね<え>聞かせていただきました。自己表現が明快、うんうん、目標達成の意欲が強い、一貫性のある女性的なリーダーシップ。すごいいいじゃないですか。どうですかご自身でかも <laughs> まあそういうことでしょう。そういうならそうなんでしょう。はい それでは、地域の皆さんに愛されるお菓子屋さんに、遠征員さん、認定でございまーす。うおー <laughs> ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。